こんにちは、はるです。お久しぶりです。2021年10月5日 Windows 11がリリースされましたね。マイクロソフトは Windows 10から OS アップグレードしないと最初はね言ったんですが、 Windows 11出ちゃいましたね。はい。で、この動画ではちょっと気になってはいるけど、一人でねアップグレードするのはちょっと怖いなとか、やり方がわからないよという人のために、一緒にね Windows 11にしていこうかなという動画を撮っていきます。ちょうど、全然使ってないパソコンがねあったので、それを使ってね Windows 11入れていこうかなと思います。では、概要欄に書いてあるカッコ1ですね、丸1のね URL をクリックします。そうするとねこのページに来るんですが、まずは、互換性の確認をしてみましょう。ここですね、ここ。はい。で、Windows 11ってちょっとねパソコンの要求されてるスペックが、高いんですよね。はい。なので、あの Windows 7の時代のパソコンを Windows 10にして使っている場合は Windows 11にはならないものが多いんですよ。はい。なので自分のパソコンが使えるかどうかのチェックをまずします。はい。そしたらこのページが変わりました。ここですね。はい。これをここのチェックアプリのダウンロードと押すと、はい、ここにねヘルスチェックってやつが MSI、 これがねあのダウンロードされますんで、そしたらこれですね。はい。ここをダブルクリックして、はい、まあ一応これ全部読んでもらって、問題がないようだったらここにチェックを入れてインストールと。はい。で、正常性のチェックを開くと。はい。で、ここ、はい、今すぐチェックやってみましょう。はい。そしたらね、この PC は Windows 11の要件を満たしていますと、はい、出ました。どうやらこのパソコンはね、Windows 11になるようです。で、Windows 11になるかならないかの境目としては、第8世代の CPU 以降のものがなるようです。で、これ、もしかしたら、要求スペックが下がるかもしれないっていう噂はあるんですが、今現在では結構ね、あのスペックの高いパソコンじゃないと、Windows 11にはならないようです。はい。ではね、このパソコン、Windows 11になるようなので、早速やっていきましょうかね。はい、じゃあね、無事 Windows 11の、システム要件を満たしているパソコンだったということで、概要欄の2、満たしているパソコンを持っている人は概要欄の2ですね、はい、クリックしてもらって、はい、このページが出てきます。 Windows 11をダウンロードするっていうページですね。はい。そしたらここに、はい、ここですね、今すぐダウンロードってボタンがありますので、これをクリックします。はい。そしたら、今度は、はい、これですね、 Windows 11インストレーションアシスタントっていうものがダウンロードされますので、はい、これですね、これをダブルクリックします。はい、ここはいですね。はい。これはいつものようにライセンスを違反するんじゃないぞとか、そういったことがね書かれてる、はい、ライセンス条項になってます。で、同意してインストールですね。はい。はい。一通り、インストールが終わったみたいですね。はい。では、ここ。今すぐ再起動をしてみます。これ閉じるですね。再起動勝手にしましたね。はい。はい。30分ぐらいですかね、インストールに30分ぐらいかかったんですけど、こう再起動を始めて、そうですね、コンピューターが数回再起動するということですね。これが終われば Windows 11になってると思います。こんにちは、準備しています。どうやら11が無事インストールされたみたいですね。
はい、 Windows 11の画面になりました。だいぶね、Windows 10の頃と比べれば変わってるかな。ここら辺、右下のここら辺はね同じ感じですけど、このアイコンが真ん中に寄りましたね、キュッと。で、今まではねここの部分が右の方、ここら辺に出てたんですけど、センタリングされたような画面になりましたね。はい、これ Windows ボタンを押すとここですね。今まで通りとは違うか、こんな感じでね出るみたいなんですけど、はい、この Windows 11、ここまで一緒に見てもらったんですけど、注意点がありまして、 OS をねアップグレードするときは、この10月っていうこの季節というか、この時期ですけど、もうすぐね年賀状を作ったりとかしないといけないと思うんですけど、 OS をアップグレードしたせいでプリンターが使えなくなったりだとか結構あるんですよね。 Windows 7から10に上げちゃったせいでプリンターが使えなくなっただとか、ハードウェアが対応してなかったりとかすると、今までできてたことができなくなったりとかすることがあるんですよね。なので、ちょっと古いねプリンター使ってるとか、ちょっと古いハードウェアを使ってるよとか、そういった機器を使ってる人はちょっと注意が必要で、プリンターちょっと自信がないよってことであれば、年賀状を作った後にアップグレードしてみるとかした方がいいと思います。はい、じゃあね、ちょっと Windows 11の特徴というか、11になって何が変わるんだっていうのをねちょっと調べてみたんですけど、一番目玉である機能が Android のアプリケーションですね。それがねこの Windows 11の OS 上で動くようになるみたいです。シャットダウンはやり方、これ右クリックして、あ、ここでいいんですね、シャットダウンがありますね。はい、ここですね、ここ右クリックしてシャットダウンと。で、他にはなんかターミナルとかありますね。 Windows ターミナルってなんだろう。ほーん、あ、ちゃんと、はい、パワーシェルになってますね。はい、これは IP も変わらずですね。はい、で、こういうエクスプローラーの画面は変わってますかね。ちょっと見にくくなったけど、これもね慣れればいいかなるでしょうっていう感じですかね。で、Windows 11 でね、あともう一つびっくりしたのが IE が廃止ですね。完全に廃止になりましたね。で、 IE ってねもうだいぶ使われなくはなってきたんですけど、なんだかんだねネットワークのセキュリティとかは結局 IE で管理してたんですよね。だから切っても切り離せない関係だったんですけど、11になってからは完全に IE を排除して、マイクロソフトのブラウザは Edge になりましたね。はい、で、あれですね、 Edge の表示は全然変わってないですね。10の Edge の、全く変わらない感じですね。変わってないですね。なんだろう、拡大鏡からフィルター、ナレーターとかありますね。こういうのは全部オフでいいんですわ。で、メール、ここら辺いらないからな、外しちゃおう。ソフトでね、ストアでね、なんかソフト買ったりとかは特にしないからいいかな。エッジはあってもいいかな。お、ソリティアが入ってるじゃないですか。こんなゲームちゃんと入ってるんですね、懐かしい。で、あとは何だろうね、どんなことするかな。背景ですね。ディスプレイ設定、背景がね、これは全然違いますね。なんか、11で気になることとかありますかね。とりあえず、一番気になるのはここですね。サンバの 1.0 はちゃんとあるみたいですね。これ何言ってんだって人はね、ちょっと置いといてもらってるんですけど、サンバはあるみたいです。古いね、プリンターとか、あとは、共有フォルダとか、
使ってる人はサンバ 1.0 が外れてると新しいパソコンから見れなくなっちゃうとか、そういったことがあるんでね、まあ、これチェック入れとけば見えるんですけど、あとは何だろうな、 PC 右クリック、管理で、デバイスマネージャーをねチェックしましょう。はい、デバイスマネージャー、お、これあれですね、三角マークついてないんで自分のパソコンは全部認識されてますね。はい、問題なさそうです。Windows 11に対応したソフトがこれから出てくると思うんで、まあ、すぐにね変える必要はなくて、新しい OS になってから普及するまでってだいたい2年ぐらいはかかるんで、そんなにね急いで11にしないとって、思うことはないです。まあこれから買うパソコンを買うってなったら、まあ、10選ぶより11のパソコンを選んでおいた方が、まあ、後々ね長く使えるんじゃないかなとは思うんですけど、最近発売されてるパソコンっていうのは新品であれば Windows 11に対応したパソコンが多いので、何もね考えずに買っちゃっていいかなと思います。で、ここまでやってきて、Windows 7からね10に上げるときは結構スペックの低いパソコンでも手に上がっちゃったんですけど、今回はねスペック要件が結構高めに設定されてるんで、まあ、Windows 11アップグレード対象になってないパソコンの人が多く出るのかなと思うんですけど、まあ、そうなったらまあ10でね2025年までは Windows 10使えるんで、そんなに急がずね10使い続けて、まあ、その時にまた買い替えるとかすればいいかなと思います。そんな感じですかね。はい、なんか11で気になることがあるよって、これ調べてくれよとかねあればコメントをいただければ、ちょっと調べてみたりとかするんで、まあ、このパソコン全く使ってなかったパソコンなんで、まあ、初期状態この状態のまましばらくはね放置するのかなと思うんで、アプリを動かしてみてくれとかね、このアプリを使ってみてくれとか、まあ、有料はちょっとね、お金がないんで考えちゃうんですけど、無料アプリ使えんのとか、そういったことがあればね、コメントいただければ、ちょっと入れて、動くかどうか試してみようかなと思うんで、はい。何かあれば、連絡ください。では、ここまでになります。春でした。バイバイ。